例えばね、個人の通帳に入れた丸川議員、名前を出しますけど、丸川議員、いらっしゃいますよね、これ、事実がばれた後で政治団体、お金を移してるんでしょで、受け取ったお金を自分の口座に入れていたい、しかも一時的ではないですよ、普通、これは個人の所得って見なされないんですか、個人宛ての寄付だっていうふうにしか考えられない、普通はね、だけども、これ、納税もしてないんですよ。 それやっちゃったら違法な寄付だと認めることになるから。で、この方、派閥の幹部に対して、責任ある立場の人が責任を取るべきと発言されてるんですが、まあ、国民からすれば、責任がある立場なのはみんな同じなんです。で、その一人一人が今日まで国民の納得のいく説明責任を果たしてないということなんですね。で、多くの議員が収支報告書、修正されてるんですけど、総理ご覧になったことがあるかどうか、本当にひどいですからね。 これまでも指摘されていましたけれどもね、不明不明不明。